佐野孝太郎です環境情報学部に在学する傍ら Synflux という会社を主催してファッションとテクノロジーに関する制作活動をしています今日はその活動の主なその主な活動であるアルゴリズムックチュールという制作について皆さんにご紹介したいと思います皆さんの体はサイボーグですか 皆さんの体はどこまでが自分の体でどこまで生身なのでしょうか僕はもともとファッションに全く興味がありませんでしたどちらかというとサイエンスフィクションの世界に出てくる擬態やサイボーグレプリカントみたいな今の私たちとは全く違う体の在り方をする人間に惹かれていました彼のようなレプリカントやサイボーグっていった人たちは 自分と情報世界自分と他者の間を自由に行き来する存在で僕も彼らのようにそういったサイボーグになりたいなと考えていました彼らのようなサイボーグは自分と金属あるいは自分と機械が混ざり合った融合体をしています一方翻ってファッションの世界ではコルセットやバススル転足みたいな理想の美形の近で 理想の美形に近づくために体の形をねじ曲げて改変しようとする身体改変と呼ばれる世界がありましたもう少し現代に近づくとボディサスペンションと呼ばれるような、えっと、民族の通過儀礼のような行為が若者の間で身体拡張の一部としてもてはやされるようになりましたよりさらにいくとボディインプラントと呼ばれるような金属パーツとか その精密機械を体の中に埋め込んでその体の機能を拡張,としよ拡張しようとする人たちも出てきましたファッションにによる身体改変がどんどんん近づきつつありますテクノロジーと身体について考えるときファッションというのは重要な要素になりますそこでファッションを通じてサイボーグ的身体を試作することが僕の活動の原動力になっています シンフラックスの活動は僕と川崎和也のファッションデザイナー2人とエンジニアの清水海と藤平雄介の4人で活動していますその主な活動がアルゴリズミックチュールというコンピューターとコンピューターアルゴリズムと協力して衣服を作る作り方の研究です。 ファッションデザイナーが考えた服を一方的に享受するのではなく着る人や使う人がそこにリミックススやカスタマイイズを重ねててデザインしていきますそうやってデザインした服を次は着る人の次は今度はアルゴリズムが手を加えて着物の直線立ちのように直線の規格を使って近似していきます。 そうやって作られた型紙をもう一回アルゴリズムが平面に無駄がないように埋まるようにテトリスのように埋めていきますデータで作った型紙なのでレーザーカッターとかデジタルの工作機械を使って人の手を使わず裁断することができます。 元は曲線の多い立体的な服でもファッションデザイナーだけではなく着る人やアルゴリズムが一緒にデザインして改変していくことでさまざまなバリエーションを作ることができますスキャンしてアルゴリズムが型紙を作りそれをゴミが出ないように並べて裁断するアルゴリズムと一緒にデザインしながら着る人の体型や好みに合わせつつも環境負荷の低い衣服の 作り方を研究していますファッションデザイナーとあるいは着る人とアルゴリズムが協力しながら衣服を作るという姿はまさにサイボーグ的ですよねところで皆さんは人身性という言葉を知っていますか人身性というのは知性学という学問の言葉で人間が産業革命以後に 環境に負荷を与え始めてからその時から始まった世紀という意味です SDGs の次の社会を考えるにあたって我慢するみたいなことではもう簡単には元に戻せない不可逆な世界とどうやって寄り添って生きていくかというのはすごい重要な課題だと思います。 ファッションもその例外ではありません。コットンの生産や染色あるいは布の廃棄によったってファッション産業はあらゆる産業の中でもトップレベルに環境負荷の高い産業だと言われています。具体的にはこと布の廃棄においては 衣服を生産するときに布の総量の15%から20%が捨てられていると言われています。織り生地の生産は長方形なのに対して、衣服は肩周りや腰周り、胸周りなどにたくさんの曲線を使いますよね。その曲線と長方形のロールの生地の間にできる無駄なスペースが全体の15%ぐらいと言われていて、量にすると年間で60億平方メートル 東京を10回コンポーでできるるぐららいいいの布が年間に世界で捨てられててれれと言われています僕たちは日本で昔から着物に使われている直線立ちと言われている技法と建築などに応用されているアルゴリズミックデザインという技法を掛け合わせて環境に負荷の低い衣服の作り方としてアップデートしようとしています。 具体的には着る人あるいはデザイナーがデザインした衣服の形を三角形や四角形のモジュールを使って無駄のの出ない効率のいいい効率型紙へと近づけていきますこれまでの近代的な衣服の作り方では有名ファッションデザイナーみたいな特権的な人たちが 作った設計した衣服を工場とか大量生産してそれを着た人が大量に捨てるといったやり方をしていました僕たちは着る人とかアルゴリズムと一緒に衣服を設計することでカスタマイズした服を無駄なく着る生産する使うことでその のサイクルをアップデートしようとしています。アルゴリズムチュールは日本を含め、世界のさまざまなメディアに今まで取り上げられてきました。今年春にはファッションのノーベル賞と言われている。グローバルチェンジアワードを受賞し。さらにこれから。このシステムを実装するべく。今もアップデートを続けています。 かつてシャロル・フレルデリック・ウォルトは自らデザイナーとして衣料品店を営みファッションデザイナーとして活動する傍ら高級注文服のオートクチュールというシステムを開発しました。産業革命以後そのシステムは S X L といったた化されたサイズで 工場で大量生産するるプレタポルテテと言われるシステムに変わりました。衣服の素材やデザインだけではなくその作り方やシステムを問いアップデートすることが SDGs の次の社会つまり人身性以後のファッションを考えるにあたって重要なことだと思っています。ありがとうございました。